はい、どうもこんにちは、レンです。というわけで今回もね、検診やっていこうと思います。前回ちょっとね、配信してから2週間ぐらいかな、時間空いちゃったんだけど、はい、やっていこうかなと思います。まあね、時間が空いた理由はまあね、はい別芸にハマってずっとそっちをやっちゃってるっていう感じですね。はい、というわけで、とりあえずまあバージョンも原神変わりまして、なんかリーウェにね、新しい地域ができてね、ちょうどこの上側にで、フォンテーヌとなんかつながってんだよね。でスメールとかのその間の区間になんかいろいろとね、なんだっけ、メタモンかなみたいな感じってなんかツイッター上でなってたけど、うん、感じになってる。ちょっとねこの空間今後どうなるんだろうって、そこ気になるんだけど、まあとりあえずまあここの探索と、今日はあとカウンの伝説任務がを進めていこうかなというふうに思います。はい、ってことなんだけど、今週ね、初なんだよね、原神入ったの。だからさ、ちょっとね、カウンの伝説任務とリーウェの探索の前に、稲妻の商売任務だけ終わらさせてください。もうほんと、ここ最近ずっとタルコフばっかりやってるから、原神触れてなかったんだよね。まあ一応稲妻も一応商売の任務のやつは、一応トレジャーコンパスまでは取ってるんだけど、羽までね、一応行きたいんで、ライデン将軍いるし、進めとこうって感じで、ちょっと、先にこっちを進めます。よいしょ、倒すやつと、魔物倒す、追い払う、お、全部敵倒すやつだ。じゃあ、行きますか。こっちじゃない、ちょっと待って。バディを倒す。てかやべえ、原神やるの久々すぎて操作おぼつかなくなってるかもしれない。1ヶ月近くまともにやってないかもしれない。入ってすぐ出るみたいな感じしかやってないかもしれない。ログイン報酬もらって終わりみたいな、そんな感じしかやってない気がする。だから石も何もないんだよね。さばきのイカズチ。ここであんたを潰す。あ、でもやっぱ将軍は強いな。バフがかかりやすくて。どうしようかな。今だってあれピックアップがさ、見切りました。カウンか。カウンと紛らわしいな。カウンと。どうしようかな、カウンしたいんだけど、一応ね、これやる前にちょっとお試しにだけやったんだけど、結構ね、落下攻撃がしやすくて、なんかショーみたいな感じなんだけど、どうしようかな、ナシーラは普通に欲しいんだよな、神様だし。でもカウンはカウンで欲しいんだよな、どうしようかなって感じなんだけどね、ちょっと迷うね。どっちにしろ、今石がないから何もできないんだよね。まあ、どっちにしろ石を集めるためにも、探索とか任務やらないといけないんだけど。よし、氷か。ちょっと待って、カズハめっちゃ減ってる。あ、ちょっと待って、カズハ体力全然見てなかった。減ってる。さばきのイカズチ。あ、やばそう。やめて、やめて。やめろ。世界を熱狂の渦に。やるか。見切りました。風の赴くままに。や。固まった。やめろ。やだ。連続連続。お前固まりすぎだって。そんな連続で固まるなんて。でもやっぱあれだね、久々だと操作起こさなくなるわ。ああ。フリックフラワー、お前嫌い。お前が一番嫌い。でも負債がないからお前は倒す。手加減なしだぜ。よ
初期の頃散々こいつにから逃げてたんだけど、あ、素材、そっか、ユームだから素材落とさねえんだ。あー、めんど。来た来た、マップじゃない、やばい。どのキーが何のキーだったかもなんかなんとなくでしか覚えてない。やばいやばい、シフトを押さないようにしないと、さっきからダッシュするときシフトを仕掛けるんだよ。シフトを押したらこれ歩くになるんだよな。やばいよ。いろんなゲームやってるとね、操作がなんかごっちゃごっちゃになるよね。ほんといろんなゲームバランスよくやってたらまだそんなもないんだろうけど、自分みたいにこう偏ってやってたりするけど、逃げ道はあります。無我の境地。借りなく一緒。しかもなんだろう、すごいさすぎて指がキーボードの方の指が光よ、キー押すのが、番号キー押すのが結構きつくに感じる。これそれそっか、最近カルコップやってるからキーボード側って移動とダッシュとかここの切り替えぐらいしか変わってないんだよな。自分一応マウスがロジクールのやつで結構割り当てができるやつだから、なんかほとんどの操作をなんかマウスに割り当ててんだよな。でも他の人が見たら何だこの設定はみたいな感じになるんだろうけど、そんな感じになってんだよね。自分マウスが何個操作してんだろう。左クリ、右クリで、まあサイドが2つあって、いや3つか、サイドが3つあって、いざで、上にもう2つあって、行こう。なんだっけ、このくるくる、マウスのこのくるくるってなんだっけ名前。マウスのくるくる。まあ いや、それのまあ押すやつと上下のやつと、これ左右もいけるやつからさ、それぞれが入れてくるから、片手で何個押すことになった。3、5、6、7、8、9、10、12操作ぐらい回すよ。右手急ぎすぎる。右手だけ普通だし、やっ、右手がね、だから右手は結構鍛えられてんだよ。人差し指とか中指、薬指とか、まあ、親指はサイドを触るぐらいじゃそこまでいいんだけど、まあ、これでまた今週末あたり公開カードの方も進めるからパッドになるでしょ。ってなると1ヶ月、2ヶ月、1ヶ月かな、3ヶ月ぐらい下手したらあるかもしれない。無理にパッド使うことになるでしょ。ってなるとまた親指が、あー、フリーナ、ある種の解放なのかな。話してたらフリーナ死んだ。やるか、ケア。マイ、回復要因がないよ。お道も散らまく、おすまことに案内。やめてくれ。よっ。あれ。はっ、ふっ、ああ。やばい。ぐだりすぎ、入れるとぐだりすぎ、あーやばい、おいや、サロンメンバーにお願いしよう、やめて。サロンメンバーやっぱ強いね。僕らは体力ごっそりしてくれて痛い。よし、おった、ちょっと回復だけしようぜ。やばいやばいやばい、こんなにボコボコになるんだ。やーべえ、やべえしか言ってないけど。まあだから最近タルコフばっかりやってるわけだから、原神は全然触ってない。
スタレは放棄できるからまあ多少あの樹脂みたいなあれは使ってるけど、まあ勝手に済ましといてその間別のことをや別の作業をやるって感じやってるから、まあプレイしてるってことにならないような気がするけど、でサードは前回配信から全然一回も入ってないんだよな。そうチャプター28だっけ、あそこオットーのあれ終わってから一回も入ってないの確か。で29進む前にインシエの役にやらないといけないから、そうまあ放置かなって感じ。逃げ道はありません。ワローも全然やってねえな、1ヶ月ぐらいやってないかも。年明け前はやった。年明ける直前にダウンして、年明けて1月の4日とかかな、ここら辺で1回あタルコフ久々にやろっかって思って、タルコフを消してたからそれをダウンロードして、もう一回ダウンロードしてよしやろうってなって、そこでハマりだした。去年の3月ぐらいにやってたか、初めてプレイしたのがその3月ぐらいだったんだけど、見切りました、難しすぎて途中からやらなくなったんだよ。軽く知り合いに教えてもらったけど途中からやらなくなって、そこやっで半年ちょっと経ったぐらいにやってハマってハマってみたいな、カルコフにハマりすぎちゃうから、そんなにやってないんだよ。エペなんてもっと触ってないわ。そうエペのエペあってバロに移って、そこからカルコフに移ってって感じだから、そうかエペってなるとエペ3ヶ月ぐらいやってないですね。エペ今どうなってんの、なんか、なんだっけ、エペが FF とコラボしたみたいな感じの内容は聞いたけど、何も知らないプレイ。FF プレイしたことねえんだよな。結構聞くんだけど、マニアック。面白そうだけど、全然やってないんだよな。まあ、今の状態でできるとは思わないけどさ。ちょっと、これ以上あのやるの増やすと、ちょっと、やばいことになりそう。まあでもエペとワロー多分当分やらないかもな。とりあえず今後タルコフやりつつ、原神とスタレとサードもやりつつ、でそっか今週末あたりから暇になるから、そこら辺から配信を結構な頻度でやるから、その時にヘブ版の方をね、うん、去年のね12月にねやるぞって告知しといて、その直前にダウンして1週間って感じだったからこのタイミングが、あのタイミングでインフルって、なんか喉痛いな、頭痛いなと思ってたんだよ。ダウン熱測るどこでインフルと病院まで遠いから家で平気で寝ますっていう、もう1週間ぐらいなんだね。最初でもあれよ、ウィンズが3回ぐらいかかってる。裁きの雷鳴、やばい。平気で治したのは今回の最初かもしれない。だって薬飲んだらわー死んだ。無臭、まあ、3日4日ぐらいでピークは収まるけど、1週間って言うから、とりあえずやっぱ行った方がいいんだろうけど、めんどくて行ってなかった。あっと、将軍死んじゃったよ。ここであんたを潰せ。マジでお前嫌い、本当お前は本当嫌い。でもスメールのどこぞの洞窟にいるお前よりだましだ。
スメールのあいつは倒せねえんだよな、ほんと。水場すぎて、感電感電ってずーっと。あれ、あの一件から全然あの洞窟に近づいてないけどさ、どうなってんだろう。修正みたいな感じでさ、その弱体化受けたりとかしてないのかな。でもさすがにないか。あの場所だけだもんな。多分それで弱体化したら多分全体が弱体化になるから、あんまやらないかもしんないけど。よし。任務上げて、次回ぐらいで終わるかなって感じか。よし。じゃあ、おまけがね、カウンの伝説にもまずやろう。ってことで、どこに行きゃいいんだ。あ、あれがない。まあ、とりあえずここでいいや。あ、そうだ。報酬もらっとかないと。報酬じゃねえわ。まだあれやってねえもん。なんだっけ、あれだ。まあいいや。あとでいいや。探索派遣のやつは。で、ちょっと待って。これやね。はい。あー、上か。女系台ね。はいはいはい。てか、ジグル来るの久々かもしんない。こっちか。ほんと、久々すぎて、迷子になるかもしれない。大丈夫かな？迷子になったりしないよね。もうダメだ、今頭の中が。別ゲーで侵食されまくると、マップとかも意味わかんなくなるからな。あ、ウェルベットさん。仕事量が多すぎます。はい、私たち3人もいるのに。今ちょうどカウンの伝説にもやろうとしてるところです。で、姿勢の人事秘書を読めない。彼女は一体どうやってこの寮を。姿勢の秘書はやはりただものじゃない。屈辱。みんな尺って字つくの。あら、あなたたちは。尺文はあれ、あの時言ったやつだ。再建した時に言ったやつだ。なんだっけ、軍属閣か。あれを再建した時に言ったやつね。ここで何してるんだ。でした。秘書って言われそうだけど。陽光様の秘書です。やっぱ言われたか。弟子ではありません。前回あれだよね。言われたよね、前回も確か。軍属閣を再建するって時に、作文に見かけませんでしたか。陽光の手下みたいな感じでパイモンが言って。師匠ですみたいな感じで言われてた気がする。もう何日も絶雲の間から帰ってこないんです。彼女はリーウェ七世全体を補佐している秘書で、ね、私たちが今代わりに仕事をしているのですが。リーウェ七世全員の師匠ですって言ってたもんね。すごいよね、7人全員の師匠って。前に仙人たちがリーウェの罪を取り戻しに来た件について和解はしたものの、七世は仙人への尊重の意を示したいと考えたのです、うん、そのためカウン様を使者として絶縁の間にリーエ騒動の近況を記した手紙を届けさせているのです。でも本当ならカウン様はとっくに帰ってきて仕事をしているはずです。なのにずっと戻ってきません。なるほど、観光か。ついでに観光してるんじゃないのか。たまには息抜きも必要だろ。まあ息抜きいるよね。7人分の仕事をずっとしてるって、そりゃ息抜きも必要だよ。そりゃそれはないでしょう。カウン様はリーウェイ一の働き者ですから、毎年の休暇期間ですらカウン様はまだ仕事があるからと月海邸に残っているのです。わあ、わあ、すげえな。そのような方が隙を見てそこになんて、そんな想像もできません。そんなに頑張って仕事しようなんて、すごい。絶対どっか隙見てサボりたいっていうその欲が頭の片隅にあるもん。自分なんか月見てちょっとサボりたいな、休みたいなっていう欲が結構な頻度で出てくる。お前ら何をそんなに慌ててるんだ。そんなの彼女のこのありえない仕事量に決まってるじゃないですか。まあ仕事量はやばいんだけど。最初は3人もいるのだから仕事場が変わるだけだと思っていたのに。うん、まさか普段のカウン様の仕事量が私たち3人の処理能力を超えていただなんて。3人の処理能力、まあそっか。反戦だから何でもありやな、1000人。カーン1人が師匠3人の処理能力以上、やばいな。もっと残業した方がいいので。やばいな、残業進めてる。ブラックになるよ本当に。
もうどれくらい働いたか分かりません。今みたいに小休憩を取ることでさえ罪悪感を覚えます。つまりめちゃくちゃ緊急事態ってことなんだな。しかも師匠ってことだからさ、多分臨時で外部から手伝いの人を雇うとかもできないんだろうね。多分機密情報とかありそうだし。ところで旅人さんは絶雲の間に自由に出入りできるそうですね。そうだね、普通に出入りしていろいろ素材取ったりとかしてたからね。当然何回も行ってるからな。多分止められても行くだろうな。よかった、私たちの代わりに絶雲の間にいてカウン様を探してくれませんか。石が欲しいからって言ってそっちの方に多分私たちが倒れてしまう前に。まあ行くか。助かりました。カウン様は龍雲釈風神君のところに向かうと言っていました。まずはそちらを探してはどうでしょう。もう時間です、早く戻って仕事をしなければ。いや、先に行幸様に残業代についてもう残業前提でもうやるんね。どんくらい出るんだろう残業代。仕事の内容にもよるだろうけどさ。さあ始まったよってことで、カーンは龍雲釈風神君のところに行ったのか。確か奥荘さんだったよな。あ、そんな名前だったな。急いで行くぞ、そこでカウに会えるといいな。金閣いるかなとか思ったけどさ、そっか、これはそうだもんね、結構最初の方の伝説任務だからまだ実装前のやつか、もしかしたら。いや、とりあえずあそこに行くわけで、よっ、しかも確かにタイミングがあれだね。カンウンの実装してるバージョンで龍釈風神君に会いに行くのか。てか本当紛らわしいよね、カンウンとカンウって似すぎだろ名前。漢字は違うけど読み方に似すぎ。やばい、間違えて言いそうになるもん本当。どうしようかな、ほんと引きたいよねこれね。美女がいい、美女が。どうしよう、え、ちょっと待って、え、でもどうしよう、やっぱさ、やべ、ガチャ画面を唐突に開いてやばい、見たらあってなった。うーん、でもどうしようかな。あー、おい、やだなー、で、石がないよな。いるわ、やっと見つけたぞ。わー、石がないからどっちにしろ何もできないんだけど。え、黄昏てんの。いや、そっか、ちょうど今解放された方向向いてんのか、うん、また高低差激しそうだね。ここにいたのか、カンウン。お二方、ここでお会いするとは。何かご用でしょうか。はい、え、私はもう属性から離れました。離れた、リーウェコーの事務的な話なら月海亭に相談してください。何、辞めるってこと。まあ7人分の仕事をしてたらそりゃあね、辞めたくもなるかもしんないけど、どうしたいきなり。カンウは七星の秘書を辞めたのか。カンウこれで帰ってこなかったら、あの、いろいろとやばいことになると思うけど大丈夫かな。多分過労死する人ですくるよ。それがあなたたちの目的ですか。どうしたの。すみません、それはできません。話聞こうか。なんでだ、一体何があったんだ。これが歴史の流れにおける選択です。この前仙人たちがリーユエコーの監視役を民に引き渡してから、うん、あーね、いつかは私もリーユエコーを離れるのだと悟りました。統治する時代的な感じ言ってたもんね。仙人の血を持つ私にリーユエコーでの居場所はありません。あー、そういう風に考えるのか。いやでもそれを言ったら人間の気も持つからリーユエコーに居場所あるよっても言えるんだけどね。手紙を届けリーユエに戻った後、どっちの立場でも言えるからね。復讐だもんね、立場が百式に引き継がれていることを知りました。他に反戦の人っているのかな、リーユエに。今のところ聞いたことないんだけど。今回の仕事は私をリーユエから追い出す口実なのでしょう。いや、七星がその追い出すのは多分しないだろうね。多分したらだから本当にねえ、いろいろと書類とかそこら辺がやばいことになりそう。
衰退していくかもしれない大丈夫かな。二人は優しいのですね。でもそうなると関羽めちゃくちゃ重要なポジションだよね。慰めは必要ありません。関羽一人がいなくなっただけで全てがうまくいかなくなるとか。千年ぶりに絶雲の間に戻り、千年ぶり山の間を流れる雲を眺めていると心がとても休まるのです。あれ、カウンって何歳だっけ。やべえ、一章の伝説に、伝説じゃねえ、マシン任務の一章の時にさ、なんか言ってたけど、何歳だろう。でも魔人戦争の時も一緒に戦ったから何歳ぐらいだよねみたいな話になったけど、何歳だっけ。ちょっと待って、魔神戦争って何年前だっけ。いや、覚えてねえ、何千年前だっけ。やばい、時間が空きすぎていろいろな情報が飛んでる。騒いでいるのは誰だ。びっくりした。あ、竜音釈放神君、すまない、オイラたち。食い物はないぞただの冗談だ。お前たちがこの地にやってきたことはすでに知っていた。てかさ、幼尺風神君はさ、カンウンとしてさ、人型の姿のが今まあ実装されて、何だったら今ピックアップでいるわけじゃん。じゃあさ、あの鹿のやつ、あれや、昨月菊陽神君だっけ、あいつらとかは人型になってすんのかな。あいつらの人型もちょっと実装してほしいんだけど。昨月の次もしかして誰だっけ、リスイ上山か。リスイ上山が鹿か。カンウと昔話を語りに来たのか。まあいいや楽しそうに談笑していたな。難しすぎる昔話どうしたカンウ。おや、そういうわけではなかったのか。任せよ、話題探しはわらわの得意分野だ。あ、それも得意分野なんだ。このカラクリ作りが得意分野とか。自分と会話することで時間を潰してきたからな。なんか寂しそうけどわかるよ。うん、確かにわかるまあ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 、一人でいるときはそんな感じよね。うん、そうだ、カンウの友人たちにカンウの子供の頃の話をしてやる。あ、ちょっと聞きたいかもしれない。それはそれで。ちょっと、リュウシン君恥ずかしがるな。お前の可愛い子供時代の話、皆も知りたいだろう。てか、そんな感じで略すんだね。今普通にスルーしてたけどさ、竜雲神君って釈風のところを飛ばして、あー、まあ長いもんね。確かに聞きたいぞ。そんな短縮の仕方があったんだでも今だったら関雲っていう呼び方できるけど、今関雲の伝説任務だから関雲と関雲で意味わかんなくなって、ね、言ってる今も意味わかんなくなってるもん。わらわが面倒を見ていた。角を撫でられるの好きだったんだ。え、ちょっと触りたい。触っていい？触りたい。なんだろうね。原神、もう、なんだろう。耳触りたいとかさ、その角触りたい、尻尾触りたいってなるキャラクターが多すぎるんだけど。ほんとにマジで。パイも、なんかいいこと聞いた、みたいな感じの声してる。その時のカンはコロコロに太っていてな。太っていた。どれくらいかというと、わらわと共に山へ登った時、つまずいてコロコロと麓まで落ちてしまったくらいだ。だるまみてえな感じになってたかと。いやー、それはそれで見てみたいけど、いや、その太っとった部分の栄養が全部胸にいった。なんでもない。でもなんだろう、そういう頃のカーンがあったっていうのはそれはそれで新鮮かもしれない。ある日、カーンは仙人を訪ねてきた人にぶつかってな。それが初めて生きた人間を見た時だった。まさかびっくりして岩の隙間に丸2日隠れてしまうとはまあ初めて人みたいとかさ、そんな感じになるのかもね。泣きながら化け物が出たと言っておった。化け物タイムめっちゃ笑うやん。竜雲神君、顔赤くしてるわ、かわいい。ちょっと待って、うわー、いいな。あ、マジ、ちょっと待って、よいしょ。もういいです、そろそろ修行の時間ですので先に失礼します。いや、
もっと聞きたかった。なんだったらこの後もずっと話そうです。ちょっとね、カウンの昔話もっと聞きたいわ。ちょっとそういう系、うん、もっと、お前たちの間にあった気まずい空気を和らげようと思ったのだが。いや、全然大丈夫。もっと話してくれたら、うん、お前のせいでさらに気まずくなったぞ。カウンもめっちゃ笑ってたけどね。そうか、それよりもカウンを探しに来てくれたこと嬉しく思う。こいつはカウンが何だろう、属性を離れるってことに何だろう、あんまり納得してない感じのかな。このような形であの子が絶運の間に残ることをわらわはよく思っていない。あの子に関することを話して聞かせよう。千人の中、キリンは人獣だ。甘露を飲み、カカを食す。だが絶運の間の仙山と仙境はあの子の人間の部分にとっては寂しすぎるのかもしれぬ。昨夜カウンが月光に照らされた崖で一人山々を眺めていたのを見た。限りのない雲海はあの子を覆い隠すようだった。あの子は孤独だった。だから属性に帰るよう説得しようとしたのだが、その時こんな言葉が聞こえてきたのだ。リーウェコーは絶運の間よりも孤独です。孤独、絶運の間で雲を眺めるのは一人でいることに対する孤独です。でもリーウェの人混みの中で感じるのは人ではないものの孤独です。あー、なるほどね。いや、つらい。ああ、でもそう感じるとつらいな。わらわは偶然にもカウンの思いを聞いてしまった。一人でいることの孤独と人ではないっていう孤独。うわあ、そっか、どっちの血も持ってるから、まあそっか、そういうふうにも。いやー、どうやって説得しよう。どうすればいいんだろうか。心の悩みとは己の力で抜け出すのが困難なもの。誰かが、だからお前たちにはそばにいてやってほしい。何かしらね、支えになってあげたりすればいいんだろうけど。ああ、確かにそうだな。一人で落ち込んでても仕方ない。しかもリーウェに捨てられたっていうのも誤解だしな。なんでリーウェに捨てられたっていう誤解が生まれたのか、そこがちょっと気になるんだけど。そういえばさっきカウンが言ってた、うん、修行って何だ？ってね、あの子は戻ってきてからずっと仙人の感覚を取り戻したがっている。お、仙人の感覚。わらわに修行をしてほしいと願い出てきたのだ。今は修行に備えて奥蔵さんの南へ向かっているだろう。わかった、早速行ってみるぜ。どんな修行をするんだろう、気になるな。これは関羽が無事乗り越えられ、なるほどね。あ、焼き鳥にはできないか。いや、とりあえず南に向かうってことで、これワープした方が早いね。よいしょ。さてと、お、この下かな。はい。お、すぐそこじゃん。どこ、よいしょ。発展するかな。あ、話す感じか。よいしょ。カウン、やっぱりここにいたか。お二方、なぜここに。そうね、ちょっと気になってね。戦火の修行に興味があったのですね。やったらもっと強くなれるかな、自分も。仙人の感覚を取り戻すため、お、今は龍雲神君が教えてくれた修行をしています。少しあの方の趣味思考が混ざっていますが、仙人を誤解しないでくださいね。ちょっとなんかあるのか、難しいのか。まあ大丈夫じゃない。あ、いえ、旅人さんが秘めている実力は私たちにも引けを取らないものです。準備ができたら始めましょう。ん？カウントダウン、 T を押して昇進モードに入る。よいしょ。今度は木か。ああ、また当てって感じか。ん？ああ、なるほどね、移動して、なるほどなるほど。
まだまだするの、まだあるっぽい。あ、くそ、しくった。そうか、制限時間があるのか。あと12個もあるのか。確かに龍雲神君が好きそうな内容だな。まあ、あいつ鳥だしな。あ、届かなかった、もうちょい上か。上と、どこだ、もうちょい動くのか、あれかな。ナイス、うまっ。天才かもしんない。うん、また動いてるよ。あー、もっと上か。避けるな。あー、わかるじゃん、今気づいた。まあ、こっから狙うのはさすがに無理か。じゃあ自分普通だったら移動するところを移動せずにやってた。あ、早めウェット消えたんだけど、やばいやばいやばい。ついていきます。お前は来んな来んな、ヒルキアール来んな。やばい、ヒルキアールに狙撃される。やめて。あ、やばい、スタミナが。何、前ちょっとヒルキアールを狙撃するあのゲームでちょっとあれかな、怒りをかっちゃったかな。おうほ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 う。あと1分半か。まあ間に合うっしょ。よいしょ、ゆっくりゆっくりやれば。上、ああこれ無理だ。そこ箸できるんかい。けどまあいいや。これで終わりかな。3つもある。おーっと、どこだか。おう、戻る感じか。終わったけど、ね、結構難しかったな。どうですか、あるかもしれない。そうですね、仙人の血を引き継いではいませんが、素質はかなりあるようです。修行が終わったけど、カンウはこれからどうするつもりだ。まだ終わっていませんよ。龍雲神君の修行はまだ最初の段階にすぎません。まだ別の段階がある感じか。おお、つまり他の仙人の修行もあるってことか。どっちも気になるけどね。多分リス以外は鹿だった気がするけど、鹿も気になるね。ちょっと鶴だけじゃなくて。いいえ、私の全ての力を引き出すにはあの仙人しかいません。あの人は分かんないんですけど。どいつだ。高魔大聖です。ああ、ショウ。はい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 。あの冷たくて自分勝手なショウがお前のために修行を考えたのか。意外だね、ちょっと食べ人に心酔してる。愛知が私に近づきがたいと思っていましたが、彼と向き合うことも隠居の大事な一歩だと思っています。彼はもう私を待っているはずです。気になるね。興味がありましたら一緒に来てもいいですよ。ちょっと久々にショウにも会いたいし、まさかショウに会えるとは思わなかったんだけど。でもまあ、会えるは会えるで嬉しいけどさ。推しの一人だから結構近いな、真横じゃん。そこそこ遠いところかなと思ったら真横だったわ。まあ一応もショウも推しだったとはいえね。財伝将軍に押されちゃったから。今2位に落ちてるけどさ。いやー、将軍も普通に今まででも好きだったけどさ、ショウが一番だったんだよね。でもサードとかそこら辺やってるとさ、なんかさ、もう、うん。なんかね、いつの間にか1位になってんだよね、ライデションが。という感じで、じゃあ、ショウに話すか。寝てる？立ったまま。目つぶってるけど。起きろ。30分遅れたな。お、30分。人間の悪しき習慣が抜けていないようだ。すみません。龍雲神君のところにいたので。言い訳も許しを請う必要もない。我はただお前に修行を頼まれただけだ。
先生になったショウは厳しすぎるぞ。でも逆に強くなれそうやね。仙人でも人でもないその身を属性においては迷いが生じるのも必然だろう。修行の前にお前は自身の内側と向き合った方がいいと思うが。私は何も隠していません。まあなんか感づいてる感じはするけど。肉体と魂は一心同体。魂に迷いが生じている時は肉体から打開策を見つけるのも一つの手だ。我の修行ではお前の肉体に秘められた潜在能力を探る。潜在能力。はい、準備はできています。潜在能力なんだろう。何をするんだ。ん、使用内容完了する。お、よっ、これは防衛戦のやつかな。修行が始まったのか。天気まで変わり始めてるぞ。え、どこだ。あ、そっか、パンを使えるじゃん。贅沢すぎますね。缶を使うのは初めてだから。強いとは言うけど持ってないし、そもそも使うのはあれだけど、まあまあ。いやー、どうしようかな。よ、手加減なしだぜ。よ、逃げ道はありません。まだあるぞ。おお、トリックフラッ。ありがたいことに、なかなかだ。雨降ってるから。はっ、召喚化粧。世界を熱狂の渦に。瑠璃のように落ちなさい。はい。あ、強い。あ、強いなこれ。や。あ、強いわ。こんな強いんだ。あ、いっぱい持ってきた。さばきのいかず。召喚化粧。お、まだ26体か。全然シーガー見てなかった。で、次はおい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 、岩王帝君のために。風、雲の行くごと。ここより弱滅の時、逃げ道はありません。カオン来たら、引こっかな、カオン。ちょっと待って。行くぞ。あ、カオンって。あ、モチーフアモスなの。アモス。部外者禁止。やっ。次の人。やばい、カオンしてる間に。これ、せい。で、またお前か。足は、なんだろう。確か操作ミスばっかしてる。召喚化粧、部外者禁止。やばいな。は、瑠璃のように落ちなさい。そっか。キーボード一回壊れて変えたから。それについて。今までと。若干形違うやつだから。そっか。投げるのに分かる。お触り禁止。まあこのこいつらでラストなんだけど、おったぜ。どうだろう。雲一つ。遅いとか言われるんかな。実に心地よい晴天よ。手助けをするのはダメだとか言われるんかな。完了しました。普通に全力で他のを使ってたけど。報告は必要ない。他人からの評価とお前の修行は無関係だ。修行の結果は自分自身で感じろ。おお、それがお前のためにもなる。はい、覚えておきます。翔は何に対しても独特な考えがあるんだな。そうね、自分なりのまあ考えを持ってる。まあそう、それはね、いいね、うん。明日はさらに修行の難易度を上げる、まあ、厳しい言い方なのは、まあ、翔のこの性格からしたらまあそりゃうなずけるけど、まあこれがまたいいっちゃいいんだけどね。お前は厄介なやつがやってきたな。
厄介なやつ、人がいるけど。あとはお前に任せた、カンウ。これも、これも修行の一環だ。まあ、今ちょっと、今一瞬考えたよな。今、絶対今面倒だからちょっとついで押し付けようとか考えたよな。多分あれよね、人が来て多分仙人を、なんだろう、尋ねに来た系の人なのかな。多分対応がめんどくさいから、うん、任せた。そうだ、ちょっとこのまま任せるのはちょっとメンツがあれだから、よし、修行の一環ってことでって感じで今一瞬ちょっとね、考えたろお前。厄介なやつ。こんなところにショーの頭を悩ませるやつがいるのか。まあ、10級ハックさ、ここに人が来るってことは仙人を訪ねるっていう人以外はいないんじゃないの。もしくはただ単に道に迷ったって可能性もあるけど。なんと、帝君のご加護のもと、ついに仙人と出会えるとは。マシン任務の時もあったけどさ、なんでこうもここに来る人はさ、人を見かけた瞬間その人を仙人っていう風に言うんだろう。同じように仙人訪ねに来てる人かもしれないのに、みんなこうなるよね。あなた方はこの山の仙人でしょうか。人です。よかった、私は神帝と申します。仙人様たち、どうか恋愛運と金運と出世運をお恵みください。欲深いよお前、せめて一つにしろ。あと恋愛運は知らん、頑張れ。うん、リア充になったら爆発しに行くからな。そうな、そうな、そういう爆発をさせるためにちょっとクレイ来とったらクレイしかないといけないね。うん、クレイ復刻来たらクレイを引いといて、まあ、リア充行ったら爆破。面白そうだね。仙人を訪ねてきたやつか。欲がすごいよね。まあ、ショー苦手かもしれないね、ここまで。私も仙人です。修行中の仙人ではありますが。よかった、無駄足にならずに済んだ。まだ半人前みたいですが、うん、問題ないでしょう。ちょっとこいつ上から目線じゃね。ちょっとこれボコしていい。ごめん、ちょっと一瞬イラってきた。こいつボコそうぜ、ちょっと。大丈夫、そんなに上から目線で入れるんだったら大丈夫。そのね、うん、その態度でいろいろやったらなんかうまくいくんじゃないの。うん、頑張れ。では何を恵んでくれますでしょうか。頑張れ、この言葉を恵んでやる。さあ行け。恵んでくれますでしょうか。知らん。なかなか失礼なやつだぞ。拳。そこの尋ね人よ、楽な道を探すのはよくありません。仙人も無償で全ての訪問者を助けているわけではありません。まあそりゃそうだね。無償？つまり仙人の恵みには金が必要ってことですか。金とは言ってないけど、そうだな、原石くれたら考え、ちょっと手伝ってあげる。そういうわけではありません。ガチャ石くれ、ガチャ石欲しいんだ。今不足しまくってるからさ。何事もそれ相応の努力と真面目な生き方が大切だと伝えたかったのです。何もせずに全てを手に入れるのは他人に不公平で。ええ、分かっておりますとも。その話は父さんから何度も聞かされてますから。分かってねえパターンだ、これ分かってねえパターンだ多分これ。あ、そ、ふーん、終わりのパターンだこれ。それはあなたの父もその苦労と幸せを過ごしてきたからでしょう。同じこと言われたみたいな感じに言われそうだな。あなたの年なら実体のつかめないものに希望を託すのではなく、仕事と家庭に集中するべきです。わざわざここまで足を運んだのに同じようなことを言えないとはみたいな感じで、バカにしたと。こいつも殴っていい。バカにしたと思った瞬間殴っていいかな、こいつ。あなた、剣握り締めとった方がいいかな。考えも話し方も俺の住んでいるところの人たちとそっくりだ。仙人のふりをして金を騙し取ろうとしてるんじゃないだろうな。最初に仙人で決めつけてるのはお前だけどな。まあでもカウンも毎日仙人で、まあ反戦だから仙人っちゃ仙人だけど。そうだね、ちょっと、うん、それはね、ちょっと止めた方がいいかもしれないね。なんだ、突然怒り出して。お前も仙人を訪ねてきたんじゃないのか。僕のこと知らないのかって殴っていいかな。
言われてみれば確かにカーンを訪ねてきたからそうとも言えるな。言えないかもしれない、まあ、言えるかもしれないけど。もういい。本物でも偽物でもどちらにしろ意味がないなら山を降りる。バイバイ、さよなら。昨月気候シンクのところに行けばよかったのに、琥珀に閉じ込められるから痛い目を見たのに。ふん、お前みたいなやつさっさとどっか行け。はぁ、カーン、あんな失礼なやつは。まあいろんな人いるからね。気にしなくていいんだぞ。あ、いえ、彼の態度ではなく、ただ彼の話は確かに一理あると感じたのです。私は絶運の間に戻り、精一杯修行に励めば仙人に戻れると思っていました。さっき彼に質問されても、私は、あ、これでちょっとそっちに戻ろうって感じに、の流れに戻すって感じ。でもな、これで、これでそのまま人間の方が似合う恋愛恋に戻ろうは、それはそれでなんかあれな気がするような、苦な気がするような。でも林栄光はもう私を歓迎していません。そう、それ誤解なんだよな。仙人として私は、何なんだろうね、その誤解は何から来たのかが分かんないんだけど。そうだぞ、こいつの言うことを信じろ。どこからその誤解は生まれたんだよね、その。はあ、分かりました。リーエコーに戻ってみます。ただ私はまだ自分の考えを変えるつもりはありません。まあ戻ってそこからゆっくり自分の考えを定めるっていうのもいいかもしれないけど、もし私の判断に間違いがないと証明されれば再び絶運の間に帰ります。多分帰った瞬間に待ってたよって言われて、多分捕まると思う。他の人に捕まって助けてって言われるかもしれない。多分やっと一歩進んだぞ。じゃあ戻るか。戻るか。さあ家子に戻る。翔に一言も告げずに行ってよかったんだろうか。まあいっか、戻ろう。おう、こっちね。こっちから帰るの久々かもしんない。どっこいしょっとな。やっと帰ってきたぞ。はあ、やはり私はここまで来たんだ。まさか帰るなんて言わないよな。そうですね。それではお二人にあまりにも失礼ですし。ヒヒ、カーンはどこか行きたいところあるかな？ずっと山を眺めていたので。そうね、海か。まずは海が見たいですね。高校周辺に向かいましょう。オッケー、任せろ。なんだったら山なら海の上を歩いてみたいっていうことを言ってくれたら全然歩けると思うよ。フリーになるし。フリーナイが沈むけど。フリーナイが沈むからカムも沈むと思うけど、まあ、そこはちょっとね、ガイアとかそこら辺を呼んでなんとかやってもらうしかないけど。あ、やばい、バニホンのあれができない。どうだっけ、バニホンやり方どうだっけ。あ、これか、こうか、こうか。できてるようでできてない気がする今の。見慣れた高校。あ、猫ちゃんいる。そして波の音、懐かしい海風の匂い。そんなに長い間離れてたわけじゃないのに大げさだな。仕事が忙しすぎて長らくこの辺りには来ることができていなかったのです。確かにいつも残業してたみたいだし。よくそれで体持つよね。ええ、
ここにいた時のことを思い返すと、いつも一人で机と向き合い書類の処理をしていました。絶雲の間の修行と似たようなものです。もしや関羽お姉様、ま、まさかこんなところでお会いできるとは。いつも忙しそうにしているのに。てかそっか、誰なんだろう、みんながみんな関羽のこと知ってるわけじゃないっぽいけど、この人は知ってるね。さっきのなんか変なって言ってあれだけど、あの尋ねに来てた人は特に何も言ってなかったけど、この天王寺はこのじいさん、関羽お姉さまって。関羽のことを知ってる。違和感あるけど、お姉さま、関羽お姉さま、ちょっと自分も呼びたい、関羽のね、関羽お姉さまって。悪乗りしないでください。でお姉さまじゃん、お姉さま、うん、年齢からして、うん。紹介がまだでした。天王寺、こちらは天王寺。身分は問題ない、教えてやってください。リーウェの恩人だからな、正式に挨拶をせねば。てかそうよね、さっきのやつ本当にさ何も知れなかったよね。タブリトのこともそうそう、この天王寺はタブリトのことをリーウェの恩人って認識してるけど、さっきのやつは何も言ってなかったもんね。思ったより旅人有名じゃない。思ったより旅人の知名度そんなに高くなかった。天王寺はリーウェ七世の天数です。お前七世だったんかい。あー、ちょっと待って、今のところ出てる七世って上皇と国政の二人じゃん。上皇が天剣だっけ、で国政が幽変だっけ、で天王寺が天数。はいはい。なんだって、このじいさんが七星の一人。残り4人は誰なんだろう。教皇と同じ。し身分についてはどうか内密に。この高校で釣りや散歩するのがわしの最大の楽しみだ。あ、その時いいよね、釣りとか。槍を持った兵士に後ろからついてきてほしくない。随分昔だな、釣りのさ、あの魚が釣れるまでこう待ってるあの時間いいよね。かかったらかかったで、その引っ張る時も楽しいし、逃げられたらうわー食い逃げされた、よし釣りは釣ってやるからなみたいな感じの、あれが楽しいんだよな。ほとんどの人は未だに虫を物忘れのひどい口うるさい老人だと思っている。素手で触れねえけど、手袋必須。ご謙遜を。天王寺はお年を召されていますが、人望が厚く代わりになる者がいないほどです。まあ人は認めるしは判断できないもんね。関羽お姉様にそう言ってもらえると、こんなね、ここ数十年の頑張りも若いね、綺麗な女の人がいると思ったら中身数千歳だもんね。そう、中身じゃ人はね推し量れないもんね。天王寺、ね、あなたの今の立場では私のことを関羽お姉様と呼ばない方が。普通に引き生としているときは関羽お姉様と呼んでんだ。上皇とか国政は普通に関羽のこと関羽って呼びそうだけど、天王寺は関羽お姉様なんだね。おお、すまん、年少からの癖が抜けてなくてな。わしが七星になったばかりの頃、あなたには世話になった。なるほど、数十年来の知り合いってやつか。そんな、七星の秘書として当然のことをしたまでです。秘書といえば、はあ、どう話せばいいか。関羽お姉様、わしの娘の啓心を知っておるな。いや、ちょっと知らないかもしれない。何か困っているようなんだ。困っている。はい、月海亭の啓心は私の後輩です。いや、困ってるっていうのは多分、何か手伝えることはありますか。宇宙ハック、関羽がいなくて仕事量がやばいぞ、ヒーってなってるってことでだろう。どうせ、いや、詳しいことはわしも知らぬのだ。どうやらわしに手出ししてほしくないようだな。関羽が戻ったら全部解決するパターンでしょこれ。月海亭に行って
様子を見てきてくれませんか。喜んで。七星の悩みを解決することが私の仕事ですから。しかもさ、なんやかんやさ、この話の中でさ、こうこの天王寺に会うまではさ、戻っちゃったでもなーみたいな感じで、とりあえずまあ海見たいなーって感じでさ、まだそのちょっと迷いがあった感じで、天王寺で話したらさ、なんかもうなんだろう、もう七星の師匠ですからみたいな感じで、もう決意が固まった感じになっちゃってるよ。いつの間にか。そう、キャラ戻ってる。キャラが戻ってるな。そう、さりげなく助けてんだろうね、やっぱね。カンも確かに、多分無意識なんだろうね。そういうの。それじゃ月海底に出発だ。作詞だな、天王寺。いやいや、何も言うな。またここら辺来たら天王寺いるかな。お姉様の助けが必要なんだ。大はないぞ。さて、じゃあ月海底に行って、まあみんなヒーヒー言ってるんだろうし。来たぜ。カウン先輩、お久しぶりです。どんなに忙しい時でもカウン先輩を見るとなぜか安心します。お久しぶりです、ケイシー。でもそれは言い過ぎですよ。あなたが困っていると聞いたので、何か手伝えることはないかと思い来ました。父上が先輩にお願いしたんですね。また七星の身分を利用して先輩の手を煩わせるなんて。気にしないでください。月海底の後輩が困っているのなら喜んで助けます。カウンは優秀な秘書だけじゃなく優秀な先輩でもあるんだな。何があったのか教えてくれますか。はい、その納税に関する書類を整理していたら怪しい部分を見つけたんです。怪しい。英八商店と万有商法、この2件の納税状況が明らかにおかしいのに、聴取したり帳簿を詳しく調べたりしても問題が見つけられないのです。証拠がなければ強行手段には出られません。なるほど、よくあることです。商人はいつもお金に目がくらむものですから。つまり先輩には解決策があるということですか。当然です。同じようなことを何百回も処理してきましたから、今回はどう対処すべきか少し考えさせてください。ふむ、今回はこれでいきましょう。ほう。誰かを最も理解しているのはその人の敵です。敵？英発商店と万有商法は商品分類や市場区分においてずっとライバル関係にあります。ライバル。それならあ、わかりました、カウン先輩。お互いに告発。ああ。その通りです。まずは万有商法に向かいましょう。オーナーは確か博来さんでしたね。全部名前とか覚えてんだ。はい、そうです。やべえな、記憶力がやべえ。頭の回転といい記憶力といい、お互いにお互いを告発させるのか。なんか心理学でそんな関心あったな。名前出てこねえけど。なんかあったなーぐらいじゃないんだけど、ほとんど覚えてないや。一時心理学気になっていろいろと調べたことあったんだけどね。なんだっけな。まあなんかあったね。うんうん。って感じで、これは。あ、もう一個下か。やっ、じゃんとな。あれあれ、お前か、博来って。あー、何回かお世話になったけど、お前なんかやったのか。お、この前会った旅人と、そちらのお二方は
月海亭のものですね。何か大きな注文でもあるのですか？考えすぎです、博来さん。万有商法の信用では月海亭の大きな注文を受けるに値しません。仮にそのような機会があったとしても、英発商店の方に話が行きます。なに、英発商店だって？くそ、東商のやつ、うまい話をかっさらっていくとは。はい、英発商店は信用できますので。毎年の納税状況を見てもとても積極的に。お、納税話してくれるか。積極的。おや、何が言いたいのです？騙されないでください。あいつの腹の中は真っ黒です。俺はよく知っています。あいつの納税書を見せてください。絶対に何か見つかるはずですから。随分と英発商店の経営状況について詳しいようですね。当然ですよ。あいつらに取引があるたび、俺は腹痛が煮えくり返る思いをするんですから。あいつらが金を稼ぐことは俺が損をすることよりも辛いんです。これはライバル関係と言えるんだろうか、何なんだろうか。ではこの納税書を見てください。あなたの意見を参考に英発商店への信用を再度評価します。よしよし、しっかり目を通しますとも。一言一句、一文字一文字漏らすことなく。あった、ここだここ。年始に半軌道から仕入れた高級木造家具がありません。お、俺に自慢してきたことがあったんですよ。一部抜けてるんか。この納税書を見てください。どこにも書いてない。金は全部こいつの懐です。なるほど、この取引に。だから言ったでしょ、追い詰められたあいつの子が楽しみだ。っていうのを相手方にもやって両方洗いざい。わあ。でも先輩、それでも口では何もなかったと否定できますよね。ええ、すでに全ての証拠を隠滅しているでしょう。ただ半軌道の方には何か残っているかもしれません。そうだ、半軌道のルージーは当初の言うことなんて聞かないでしょう。ルージーのところに領収書があるはずです。そうだといいのですが。ルーしか知らんわ。半軌道に向かいましょう。ちっちゃい男の子のルーのことしか知らんわ。警察署の近くです。 G は知らんな。悪事を暴いてくださりありがとうございます、博来さん。いやいや、当然のこと。証拠を見つけたらしっかり処罰してやってください。それが俺への最大の謝礼になります。ブーメランになって帰っていきそう。警察署に行くのなら私は。まだ仕事が残っているのでしょう。大丈夫、私たちで行きます。はい、ありがとうございます。お手数をかけますがよろしくお願いします。さてさてさて、上の方だね。結構警察そうか、遠いな。しっ、お前がルージーか。ようこそ。どんな用件で来たのかな。もし弟子入りに来たのなら大歓迎だ。でも一度にそんな多くは取れないから、まずは用心。勝手に話進んでない、大丈夫？警察層はかわいそうで孤独なじいさんしかいないのか。ヘイモンシー、黙れ。そこの飛んでるの聞こえるぞ。聞こえてた。ルージー、私たちは聞きたいことがあってここに来たのです。そうか、いや気づいておったよ。お前さん、月海亭の用事で来たんだろ。分かってる。七星がこのような老いぼれを気にかけるはずないからな。まったく、何が聞きたいんだ。若干皮肉って言ってんな。ルージーは話が早い方ですね。私たちは
A 八商店東商の脱税の証拠を探しているのです。年始に東商がここで家具を注文したそうですが、領収書や記録等は残っていますか？ A 八商店との博来さんの言う通りですね。では証拠品として領収書をお借りできますか？もちろん問題ない。だが今はそれが難しい。なんか問題あったの？え、どうかしたのか？ここ半軌道は作業と完成品を置く場所として使っておる。帳簿のようなものは全部西にある倉庫に置いてある。西にある倉庫。だが最近厄介な奴らが倉庫を占領してしまってな、追い払うことができずにいる。証拠品が必要ならお前さんたちで倉庫へ取りに行って、ついでに奴らを閉めてやってくれないか？なるほど、状況は理解しました。では頼んだぞ。わしは仕事に戻る。倉庫を取り戻して証拠品を見つける。武闘派の出番だな。待ってください、あそこに怪しいものが。どこ？あれはあの服、ファデュイだ。何やってんだここで。なんか食べてる、なんか食べてるぞあいつ。一人でどうした、お前迷子にでもなったのか？リーユエコーに対して何かよからぬことを企んでいるに違いありません。ルージーの倉庫を占領した悪い奴らもあいつらかもしれないな。魔人が港を襲った事件以降、リーユエでのファデュイの評価は下がりっぱなしです。ファデュイと何か小さないざこざがあっても外交に大きな影響はないでしょう。その上、私はあの者たちの悪意を感じ取りました。これは七星の秘書の直感です。それなら待つ必要はないな。やっつけに行こう。来ますか、怪しいファディを。なんかまだ食べてるよこいつ。こんにちは、お話いいですか？見切りました。君にサポートするの。耐えられるか。光り輝くがいい。ハッハッ。裁きのイカズチ。はっ。それ。行こう。トゥース。稲光り。すなわち永遠なり。見切りました。はっ。さっ。はっ。はっ。お。あ、行けた。お前ら痛い目は十分見たでしょう。あなたたちの計画を白状しなさい。計画？何の計画だ？さっきのはただのお仕置きです。まだ本気ではありません。ただもしあなたたちがリーユエにしようとしていることを隠し通そうとするのなら、私も本気を出さざるを得ません。ほぼ本気を出してるけどね。あえてそれを言う。本当に何もないんだ。何もないのなら、なぜファデュイの部下が突然検索層に現れたのです？そう聞かれると確かに不自然だが。だが、でもここにはラズベリーを取りに来ただけなんだ。ただ採取しに来ただけか。ふむ、あなたたちがそのようなつまらない言い訳をするとは思いませんでした。本当だ。気晴らしに朝から外出してただけだ。この付近に新鮮なラズベリーがあると聞いて。そんな巨体でラズベリー取りに来たのか。可愛いとこあんだなお前。よく考えてくれ。俺は一人も仲間を連れてきていないし、警察層は老人しかいない。何を企むって言うんだ。かわいそうな目をしてるぞ。なら半軌道の倉庫が占領されたこととは関係ないのですか？半軌道の倉庫？それどこにあるんだ？本当に俺はただラズベリーを取りに来ただけなんだ。悪いことした。つまりすみませんって言いながら殴っちゃったけど、ルージーの倉庫を占領したのはファデュイじゃないのか。私もこのものは本当のことを言っているような気がします。ああ、これはちょっと私の判断ミスです。申し訳ございません。
先ほどの揉め事は私個人の判断です。何か意見があれば総務士に状況を報告してください。揉め事？この女、今の総務士は絶対に俺たちファデュイの味方をしないと知ってそうやな、今そうやな、うん、ええ、その通りです。無論再度武力で解決する選択肢もありますよ。オイラたちも参加するぞ。くそ、ここまでコケにされるなんて。どうするのです？ラズベリー狩りを続ける。ラズベリー狩りを続ける。かわいそうだけどすっきりしたな。お目汚し失礼しました。仕事から少し離れていたので勘が鈍っていたようです。大丈夫だ、ファデュイに痛い目を合わせたからな。まあ大丈夫だよ、自分も素材が欲しいからっていうのを理由で、そこら辺にいるなんか悪いことをまだしてなさそうなファディを片っ端からボコってた時期があったから、まあまあまあ大丈夫大丈夫、問題ない。で倉庫は結構遠くにあるね。じゃあ敵を片付けるってことで、あー、シルキあるか。ここが倉庫か。倉庫を占領したのはヒルチャールたちだったんだな。悪い奴らをやっつけよう。風の行く先を。よっ、やっ、はっ。風の赴くままに。いや、風よ、はっ。いざ、はっ。はっ、かじゃーん。見切りました。よっ、なかなかだ。手加減なしだぜ。よっ、せっ、せっ。逃げ道はありません。それやっ、はっ。何を狂うたい。あとはソロメンバーに任せて、ここでお茶でもしとけばいいんじゃない。任務完了。 OK、 終わった。これは万民堂の領収書か。あ、これか。これは王城堂の領収書だ。棺桶も作ってたんだな。あー、そっか、棺桶、まあそっか。まだ調べてないとこがあるのか。もう普通にもう帰るつもりで言ってたけど、まだあったんね。じゃあ、あの光ってこれかな。矢印じゃないもん。あれ、あー、はまった。あー、あったあった。あれ、あ、羽か。あ、裏、これ。これは、A8商店領収書。待って、ホタルはいる。やっ、戻ればいいんだね。オッケーオッケー、戻ります。よし、うん、先輩、お帰りなさい。本当にご迷惑をおかけしました。後輩を助けただけです。気にしないで。はい、これが A 発商店が半軌道に注文した時の領収書です。ありがとうございます。これがあれば。ええ、一緒に A 発商店へ行ってオーナーとじっくりお話をしましょう。さて、どこかな。お、そっち側か、発祥って。
おお。なんだろう、どっちもたまーにお世話になってる人だったんだけど、お前もか。納税書について。これは月海艇の警信じゃないか。覚えてるぞ。もう言っただろう、取引の記録も納税書も全て問題ない。まだ仕事があるんだ。わけのわからないことで時間を無駄にしないでくれ。わけのわからない？東條さん、ずいぶん自信があるのですね。残念ですが、早めに認めることをお勧めします。あなたがお支払いする罰金に影響がありますので。そんなはずはない。俺はずっと真面目に商売をしてきた。確かに何もやましいことはしていない。自信なくし始めたぞ。説明が足りなかったのでしょうか。東條さん、あなたが脱税している事実はもう明らかなのです。私たちはあなたの誠意を確かめに来ただけです。明らか？ありえない。だってありえないぞ。もう言い訳もできないみたいだ。カンウの威圧感ってすごいな。ほら、こいつに見せつけてやろうぜ。見せるか、領収書。東條さん、これを。これは反機動の領収書。俺はブージーメ、あれほど脱税の事実を認めるのか。この取引は納税書に記載されていなかった。はあ、これを見つけられるとは思わなかった。完璧に隠したはずなのに。隠すんじゃなくて消さないと。確かに白雷さんの手助けがなければ。でここで白雷の名前を出して、白雷側のやつもなんかないかっていうのを確認ね。白雷、万有商法のあいつが俺をチクりやがったのか。自分のことを棚に上げやがって。あら、東條さん、その言葉の真意詳しく教えてくれませんか。後のことはもう大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。あとは自分で処理します。よかった。やっぱりカウン先輩はすごいですね。カウンすごいね。何かしら誰かを最も理解しているのは、うん、カウンいたらもう本当何でもかんでも結構楽になるからね。えこれ見たら分かる通り、誰もカウンを追い出そうとしてないんだよね。どうやってこのようなことを思いつくのです。しかもそれを実践までしてくれるなんて。あなたの父上、天数様から学んだ考えです。私の父上。敵同士が互いに牽制し合うのを安全な場所から眺める、それが天王寺が何年も七星の座についていられる理由です。あなたは天王寺の娘ですから、自然と父上のやり方も受け入れられるはずだと思いました。だから父上のやり方を実演してみせたのです。そうなのですね。もしかしたら私は父上をよく理解していなかったのかもしれません。カウン先輩、本当にありがとうございます。とても分かりやすい指導でした。カウンは仕事の問題だけじゃなく家族の問題も一緒に解決したみたいだな。こんなに助けてもらったんですから。万能すぎるね、カウンって。必ずお礼を。いえ、お礼なんて大げさです。大したことはしていません。ならせめて食事をご馳走させてください。旅人とパイモンも一緒にどうだ。君たちにも手間をかけた。食事を条件に出したパイモンは絶対食いつくぞ。もちろん、カウも行くよな。食事くらいいいじゃないか。パイモン自制しないと。食事だけなら断る理由もありません。ではお願いします、ケイシン。実はもう新月券を予約してあるんです。先に行って準備しているので、そこでお会いしましょう。ええ、わかりました。新月券は向こうの端の方だったよね。はっ、やっ、ふっ、と。
ここは瑠璃邸だ。キャ、行く手前だ。もうどっちがどっちか分かんなくなるよ、ほんと。無理押しすぎる。さて、来たぜ。おお、もう揃ってる。来てくれてありがとうございます、先輩。二人もよく来てくれた。気にするな。準備ご苦労様です。そんなに気を使わなくてもいいのに。ああ、実は先輩、さっきのこと以外にもまだ相談したいことがあるんです。まだ相談したいことがある。そうですか。助けが必要ならためらわず直接言ってください。いや、助けが必要なわけでは。少しお話を聞いてくれますか。喜んで。私は小さい頃からカウン先輩のお話をたくさん父上から聞かされてきました。父上のこともとても尊敬していますが、いつもカウン先輩の優しさと頼りがいのある姿に惹かれていました。あなたの背中を追いかけて私は月海邸にやってきたのです。そのように思ってくれていたのですね。でもやはり月海邸の秘書の仕事はとても大変です。私は先輩のように優秀ではありません。だからよく悩んでしまうのです。そんなことありません。ケイシンはとてもよくやっていますよ。ありがとうございます、先輩。数年前私にも娘が生まれて。え、天王寺はおじいちゃん。もうおじいちゃんってことか。その名の通り、私の影響で娘も当時の私と同じように月海邸の秘書になるのが夢です。でも正直心配でした。この仕事は一筋縄ではいかない上、あの子に素質があるかどうかもまだ分かりません。でも今回のことを通して私はあの子を応援すると決めました。それはなぜ。あの子が将来カウという先輩に出会えるからです。カウ先輩は優しくあの子を導き、当時のあなたの母も同じようだったと伝えてくれるはずです。その情景は素晴らしいものだと思いました。確かにいいかもね、そういうのも。20年後のことも先輩に頼みましたよ。ケイシン、私の存在があなたにとって、この言葉いいね。そんなに意味あるもの。今のカウにとってこういう言葉をかけてほしかったんじゃないかな。やっぱり多分カウンはあれなんだろ、要は自分の存在理由が分かんなくなっちゃったみたいな、そんな感じの中で剣心がこんな言葉をかけてくれる。20年後自分の娘が頼んだよって、今一番かけてほしかった部類の言葉をかけてもらったから、これはいいんじゃない。先輩が父上のやり方を見せてくれたのと同じように、先輩が立ち会い人になってくれると安心するんです。立ち会いに。確かに私は何千年もリーユへの発展や変化に立ち会ってきました。でもそれはずっと私に孤独しか与えていないと思っていました。ケイシン、あなたのさっきの話は私にとってとても意味あるものです。岩王帝君との契約以外にもこのリーユエコーの人々とのつながりがあったのだと感じさせてくれました。私を頼り認め求めていた人がいたのですね。当たり前です。あなたは私の唯一の先輩ですよ。そうですね、しっかり皆様に答えなければ。そうだぞ、やっと元通りになったな。仮に本当に追い出されてたとしても少し抵抗してみます。それはないから安心しろ。あなたの思いに応えるためにもこれからも契約を履行し七星の秘書として居続けます。最初からそう言ってんだけどな。それは誤解なんだよな。とにかく戻らなければ、私がいなければ事務処理も滞っているでしょう。さて仕事です。時間を無駄にはできません。頑張ってください先輩。もう行くのか。まだ食べ終わってないぞ。
よし、じゃあ師匠に話をすると、まあ一件落着になりそうだね、これは。あの師匠たち全員助かるだろうな、多分。このままって過労死路線まっしぐらだったのか。百式、大丈夫ですか？まさか立ったまま寝ていたんじゃ。確かに自分も立ったまま寝てたことあるけど、本当それってあれだよ。本当にもうマジでしんどい時、疲れた時はそうなるけど、そこのレベルまで行ったってこと？いやまあ確かにね、自分も高校生の時にね、あった。うん、めちゃくちゃね、寝る時間が少なくて、通学途中バスのその手すりに持って立ったまま寝てるなんてことあったからね。うん、わかる。でもそこまで極度の立ったまま寝るっていうのは、相当疲れたとかしんどい時にしかないもんね。うん、見て見てください。わかる。こんなところでサボっているなんて、私の代わりにはならないようですね。そんな、私たちもうずっと働いていて休まないと。本当に過労死するぞ。こうしてカウン様と会う前に倒れてしまっていました。カウン様、会いたかった。あら、私たちはただの顔見知りですよ。そんなに求められていたなんて。ここ最近朝も夜もカウン様が帰ってきて仕事を引き継いでくれるのを願っていました。カウンがいないと仕事がまともに動かないって。今のあなたはまるで仙人様が救いの手を差し伸べているかのように見えます。以前のライバル心はもう忘れました。ただ早く仕事から解放されたい。ライバル心あったけども、自分がどうあがいても追いつけない存在ってことが、はいはい、わかりました。理解してしまった。では今手元にある仕事を政務、商務、民事に分けてください。未着手か進行中かも明記してくださいね。残りは私に任せれば大丈夫です。はい、すぐやります。やっと助かった。あ、そうでした。もう一つ、旅人さん、感謝します。あなたが一緒にいてくれなければ、私は己の心にとらわれていたままでした。まあ元気ならまあいいじゃん。何はともあれ、仕事関係以外で人の友人ができるのは想像以上に嬉しいものですね。仕事を終えたらお礼として。でもいいきっかけになったんじゃね、これを機にさ。私も一緒に自分の存在意義とか、あなたの旅に参加させてくれませんか。自分を背負ってくれる人がいるってことが分かったから、全然喜んでたんだけど、それは喜んでたんだけど、それはピックアップガチャですり抜けなしで出てくれるってことでいいのかな。それとも でも仕事って終わらすことできるのか。無限に仕事入ってきそうだけど。未来のことはまた後で悩むことにしましょう。第二のカウンが現れるまでは、多分カウンがそこの七星の秘書っていうこの役職を降りることは多分ないんだろうね。これで終わりって感じかな。で、よいしょ、いっぱいもらって、じゃあ行きますか。ちょっと冒険者協会行って報酬とかもらってから、よし、じゃあいよいよ新エリアを軽く探索しよう。ひゅっ、さすがに全部 100% とかは無理な気がするから、まあ適当にパパパって無事今日の依頼を達成し、解放してって感じかな。星と深淵、さてと、
迷うけど、まあとりあえず石は貯めよう。まあ、で次のさ、ちょっとごめんね、今気になるんだけど、あーそっか、なるほどね、はいはいはい、カウンとナシーラのガチャが前半だから後半が八重美子と翔か。よし決めた、カウンは次復刻来た時に引こうかな。ナシーラもそんな感じで考えとこう。うん、さすがに小復刻とかそこら辺考えたらそれはそっちで引こう。八重美子、八重美子持ってないよね、持ってないよね、もっと持ってるったら記憶に残るもんよね、持ってないよね。八重美子引こうかな、ちょっと待って、ノエルこれをやってて、ショーも持ってないもん。いやでもな、ヤエミコもいいんだよな。でもな、ラジェ将軍いるからヤエミコ入れたいんだよね。ああ。ライゲン将軍、ヤエミコ、ナシーダ、スカラマシューのこのこの家族コンビやりたいんだけど、この編成をしたいんだけどな。マシーダは一回スキップかな、いやどうしようかな、結構悩むな本当にマジで。とりあえずじゃあここを探索ってことで、お、ここワーポイントある、じゃあこっから行く感じかな。何、いきなりなんだ、What? 誰？なんか始まった、なんか始まった、え、何？どちら様？世界任務が始まった感じ。譜面でいいのかな？仙人。なるほど、知ってる感じか。読めないな。なんだ。まあ、茶草があって、耳にしたことくらいはある。ないです。はいはい、まあ美しいけど、うん、変化、水と月をどうにかしてほしい。どうにかって何どうにかって具体的に何をすればいいんだろう。理解してないけど理解したことにしておこう。ありがとう、ただ通りかかっただけだけど、そうだな。なんかあったけど、金なんだっけ、魚編にさ、里って書いて何て読むっけ、ちょっと待ってよ、漢字弱すぎ。漢字弱すぎ、やばい。ちょっと待って。あ、恋だ、恋。
金儀っていうんだ。金の声って書いて。へえ。初めて金儀の姉妹いいのかな。兄妹姉妹どっちわかんねえ。戦力を吸収することによって空に浮かぶ奇妙な水の樹、まあ、を見つけか見かけることがあります、はい、はいはい。進む方向を自由に選ぶことができます。ジャンプボタンを長押しして垂直に離れることもできます。なるほど。へえ。ある。おお。金色の見かけたら聞こえるか。わかんねえよ。何かなんだ。おお。一気に進んだ。まあ、いや、とりあえず視点人像解放。綺麗だね、ここ。なんだここ、庭園みたいな。なんだ、え、めっちゃ綺麗。何ここ。行栄素って言うんだ。行って読む。初めて見るような感じ。霊毛山、宝血の茎、異老婦。とりあえず、道なりに住んでいって、そこら辺やっていこうか。まあ、特に今全部マックスだから、追加はないと。よかった。こいつは攻撃力。壊せねえこいつ。行こう。ごめんね。青肉が流れてる。さてと。いいさ。人がいっぱいいるね。なんて、なんだ、なんかよ、試運紹介、いや、知らん、知らん。試運紹介だからあれでしょ、名前が出てこない、あいつね、うん、うん、あいつ。なんだっけな、名前が出てこない、名前が出てこない、名前が出てこない、強運の友達。名前が出てこないよ。まあいいや、違うけど、うん。陸地、はいはいはい。不作、ああ。まだ乾かしてる最中だからまだお茶にはできないってこと。質がひどい、ああ。お茶の原産地って感じか。土壌言ってたね。水と土をどうにかしてほしいって。そうそう、依頼受けてね。ら、どうした？試運紹介のフリー。オッケー。すぐバレそうな気がするけどな。でも任務はとりあえずほっときます。とりあえずワンポイントを今日は解放する。行こう。なあ、めっちゃ綺麗よねこれ。しっ、何なんだ。いざ。しっ、行こう。大黒、大黒、黒くー、撫でる、くるる、やばい。猫の爪痕。ああ、やられたのかお前。
いざ。なんかもうマークが出た。別の集める系のものがあるこれ。まあ、いやとりあえず今はワーポイントを解放して。茶畑がいっぱいだ。行こう。めっちゃ綺麗。なんだここ。景色がすごいな、ここ。あ、やばい。スタミナが3、あー、せい。よいしょ。そっか。次は上かな。橋渡ってって感じか。オッケー。こっちか。やだー、僕まだ何もしてない。行こう。いざ。で上か。橋、あ、あの橋を渡るって感じかな。めっちゃすごいな、ここ。せい。あー、めっちゃ滑る。めっちゃリスいるじゃん。行こう。マイ。あー、鳥が集まってるとこ。ちょっと待って。おー、ここもすげえ。なんかいっぱいいる。なんだ、なんかここもフォンテーヌみたいな感じ。高い滝の上。うわー、すげえ。イローフって言うんだ、ここ、すごいなここ。いマジですごい。綺麗だし、めっちゃ新鮮だな。いざ。ちょっとフォンテーヌとのその境目めっちゃ気になるね。イローフのところにもう2つぐらいある。あー、ちょうど、あ、あそこのあたりか。あれがルミノスなんちゃらかんちゃらみたいな感じでしょ。ワンちゃんここ泳げる。この滝の上は泳げて、下は
泳げないとかそんな感じになるのかな。ちょっと試してみよう。いざ。あ、これ死ぬやつだ。溺れるやつだ。よっ、風の中。あ、あ。だあ。溺れました。そういうわけではなかったっぽい。それ、お、し、行こう。いざ。おお、長い階段がある。いざ。ウェーイ。行こう。で、この山の上にあると、もう一個。きれいな。山登りか。せい、それ。って感じか。オッケー。いざ。しっ。これ使えるの便利だね。いざ。よいしょ。た。よいしょ。あれやね、お。はっ、せい、ふっ。あ、逃げてった。スメールのクローバーマーク的な感覚だね、コインのやつ。結構楽しいや。よし。これ取って。おお。めっちゃ見える。じゃあ放血の口のこっちの方か。追跡して飛んでいこう。はっ。あれすごいね、ほんと。左の、なんか、でっかいやつ。これすごい、これ。何なんだろう、このでっかいの。門のような、何なんだろう。何なんだ、これは。って考えるとさ、やっぱりさ、フォンテーヌがさ、全部水浸しになって沈んだ時さ、絶対こっち側もさ、水来てたよね。大丈夫だったのかな？なんかバリアみたいなのあったのかな？国の間に。国境になんかバリアがいます、みたいな。そんな感じ？風の流れる方へ。そんなとこ行ったのか全然気づかなかったよ。
体力がごっそり削られた。ん、今更なんか出てきた。何なんだ本当。奥にもあるね。じゃあもう一個の天神像を解放しに行こう。ちょっと遠いな。待ってるんだかあいつら。あ、イノシシ追いかけてるんだ。かわいいな、ヒルキャール。あ、バレた。別に危害は加えないから無視してていいのに。行こう。これを解放して、お、おー、こんな感じか。石章の石垣、薬鏡の谷、ローキャジュの丘、なんかいろいろあるね。よしよし、結構広いよな。でも本当になんかある。あー、ここボス嫁ね。山隠れのなんだこれ、睨むって字に似てるけど何なんだろう、わかんねえ。じゃあとりあえずまあマップは次第って書いてワーポイント何個か解放しようって感じだけど、これどっちから行きゃいいんだろう。こっちから行くか。あ、間にあったんだね、全然気づかなかったけど。方角からしたらこっち、はい。あ、あった。あの時のワーポイントはなんか島みたいな感じになってるね。ランランルーって聞こえたわ。まだ言ってるあいつ。アビスいたんだね。気づかなかったアビスの存在を。さあ、着いたぜ。霧がすごいな、ここ。鶴見を思い出す。じゃあ、こっち方向行くか。で、ここから飛んでいけば、いけそう。
これ届くかな。こっちからはこっちの方が近いかもしれない。いやでもそっか、そっち後回しにしよう。さっきこっちに移動してそのまま下ぐるって回ろう。おおどきこっち、おカラクリがいる。ここまあその決まった素材集めで倒されるんだよね、あいつも。あったあった。行こう。おお、いい、綺麗やな。今度反対側、風の流れる方へ。それしたいとか、こっちはこっちが飛べるもんな。そのまま下行こう。行こう。なんかある。なんだあれ。いざ行こう。なんだ、なんか別のギミックをなんとなく触ったけどあんまり理解できないわ。後で説明見よう。お、なんか綺麗なところがあるよ。ここあ、そこか、ワーポイント。風の流れる方へ。しっ、なんか綺麗な虎のような、なんかようわからんのがいる。
いざ。しっ。いざ。はい。それ。し。いざ。行こう。行こう。よしよしよし。こっちは後にして。もう真ん中行こっか。そうだな、ここに向かってこっちからも行くかな。しっ。おう、よく見える、ここから。それ。行こう。知れよっと。はっ。よっ。いざ。あれ、この裏かな。それ。よっしゃった。なんだろう、稽古場みたいなところがあるけど。使うことになるのかな、そこで誰かと。
さあラス行きかな、これで。よいしょ、いざ空。ふっよっと、はっ。おう、キロヒチャールの前座。ここにもいるのか。はっ。行こう。よっ。それ。これで全部なのか。ここもなんかあるっぽいね。ここ霧がすごかったところだから、なんか世界に結めていけばここの霧のところが通れるようになって、まだもう1個か2個ぐらいワープポイントあるよう的な感じのよりかな。多分追加だからアプティブのエンドなんかもらいたいとかそうなするけどね、うん、って感じか。 OK、とりあえず天神像に戻って一回。よし、では今日は一回ここら辺で終わりにしよう。で次回はこの世界にもやるか。なんて読む、なんとかの祝宴祝福、ここをやるから、なんて読むんだよねこれ、沈む玉、わからんこれをやるから、まあ世界任務だしね、そこそこ長いかもしれないから、次回ここやって、多分ここら辺の霧がすごかったところが多分通れるようになるなり、何なり解放されて、ワープポイント全部開いて、ここの地域のワープポイント全部取っておいて、昨日アーキーブ面とか取れるかなって感じで考えてるから、まあそれを待っとこうって感じで、じゃあ今日はこの辺で終わりにしようと思います。次は 17% 16% ということで、まあ、若干ワイポイント開けるだけでも、まあ、20% 近く埋まるって感じなんで、まあなんとかなるでしょう。あ、そう、確認してなかったけど、ここってあれいけるかな、使える、 OK。次回はじゃあそれをやりながらって感じでやっていこうかなというふうに思います。それでは、次の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。Thank you.